ラッツにもそういう役割を果たしてほしいという楽天首脳陣。ここが難しいんですよね、はい、状況とすればフルカウントで一塁三塁、内野は中間守備取ってますけど、そうですね、ランナースタート切られるとホーム体制に4点目を防げに行くという守備体系変わるわけですからね、レフト左フェア、三塁ランナーホームイン、一塁ランナーのジョーンズはゆっくりと今三塁へ、バッターランナー二塁に、1点追加、4点目が入りました、4対0。今エンタイトルで入りましたね、そうですね、はい、レフトのフェンスの上のネットも越えてきましたかね。ご覧いただきましょう、これは横の方向から見てますが、ここから、あ、ここから上がったんですか、入ったんですか、そうですね、珍しいですね、あの下の方でね、そうですよね、はい、大体あの位置に当たれば横にこうボールが回ってきますけどね、はい、割にあの高い位置から落ち込んでくるような時には高く跳ねてフェンスを越えていくのがね見えますけども、今のようにライナー性で飛んでってフェンスの下のところ、まあ、当たり方が本当に上に跳ねるような上がり方でツーベースになりました。ここでピッチャー交代です。まあ、今打ったラッツなんですけども、はい、あの鋭い打球が左方向に飛んでいますね、コンパクトに打ちましたけど、はい、まあ、真っ直ぐだと思うんですけど、やや外甘ですかね、この右側の選手、これが新外国人、今日がデビューというラッツです。そう、髪は短く剃って、でもなんか目元のあたりとか若干トム・クルーズっぽい感じがしますね。そうですね、ね、僕はあの川崎選手にちょっと似てるなという川崎ね、はい、ムレに似てるかなという感じしたんですけどね、はい、いや、しかしタイガースとしてはこれ痛い追加点取られましたね、これ痛いですね、はい。